メアリー・ジャクソンはアメリカ航空諮問委員会1958年に中を引き継いだアメリカ航空宇宙局に所属したアメリカ合衆国の数学者航空宇宙工学技術者キャリアの大部分をバージニア州ハンプトンのラングレー研究所で勤務した1951年にラングレー研究所の人種で分けられたウェストエリアコンピュータ部門で計算手として 仕事を始めた。大学で工学の学位を取得し、1958年に NASA で最初のアフリカ系アメリカ人女性エンジニアとなった。NASA で34年間を過ごした後、技術者として最も上位の肩書きを得た。管理職にならないとそれ以上の昇進は望めないことが分かり、NASA の機械均等プログラムの中の連邦政府女性プログラム、 アファーマティブアクションプログラムの両方の管理者への降格を受け入れた。この仕事で NASA の科学、工学、数学のキャリアにおける女性の採用、昇進に取り組んだ。ジャクソンの物語は2016年のノンフィクション小説、隠された数字で取り上げられた。同じ年に公開された小説の映画化作品、ドリームの3人の主人公のうちの1人である。2019年、 議会名誉黄金勲章を追贈された。2020年に、ワシントン DC の NASA 本部は、メアリー・ウィンストン・ジャクソン・ナサ本部に改称された。1921年4月9日、エラ・ウィンストンとフランク・ウィンストンの間に生まれた。バージニア州ハンプトンで育ち、アフリカ系アメリカ人だけが通うジョージ・ピー・フェニックス、訓練学校を主席で卒業した。1942年に、 ハンプトン大学から数学と物理科学の学士号を取得した。社交団体アアルファカッパアルファに所属していた。ガールスカウトのリーダーとして30年以上活動した。1970年代に地域のアフリカ系アメリカ人の子供たちのために航空機を試験するための小型の風土を作る支援を行った。1944年11月18日。 アメリカ海軍の船員レビ・ジャクソン・シニアと結婚、レビ・ジャクソン・ジュニア、キャロリン・マリー・ルイスの二人の子供を設けた。2005年2月11日に83歳で亡くなった。制御パネルを操作する、ジャクソン大学卒業後、メリーランド州、カルバート郡のアフリカ系アメリカ人の学校で1年間数学を教えた。その当時、南部の公立学校ではまだ人種分離教育が、 行われていた。また、高校生、大学生の個別指導を始めた。個別指導は、その後生涯を通じて続けた。1943年までに、ハンプトンに戻り、ナショナルカトリックコミュニティセンターで募金係の仕事に就いた。ハンプトンインスティチュートの保健部門で受付係と、初期として働いた。この時妊娠が分かり、息子の出産のため故郷に戻った。 1951年にフォートモンローの軍施設の初期となった。風土模型を持つジャクソン1951年にアメリカ航空諮問委員会に採用された。中は1958年にアメリカ航空宇宙局に引き継がれた。最初、故郷であるバージニア州ハンプトンのラングレー研究所で数学研究、計算手の仕事を始めた。ウェストエリアコンピュータ部門で ドロシーボーンの部下として働いた。1953年に超音速圧力トンネルの技術者であるカジミエシクザルネッキの下で働く提案を受け入れた。大きさ1.2.2メートル、6万馬力の風洞は音速の約2倍の風を起こすことで模型にかかる力の研究に使用された。クザルネッキはジャクソンに技術者として昇進できるように訓練を受けることを勧めた。 その資格を得るには、数学と物理学で、大学院レベルの講座を取ることが必要だった。バージニア大学では、夜間講座を開設しており、白人専用のハンプトン高校で受講することができた。ジャクソンは、ハンプトン氏に講座への出席の許可を請願した。講座を終了して1958年に、航空宇宙工学技術者に昇進し、NASA で、 最初のアフリカ系アメリカ人女性エンジニアとなった。ラングレイのアオンソク、音速空気力学部門の理論、空気力学部門で、風洞実験と実際の航空機の飛行実験のデータの解析を行った。アメリカの航空機の進歩のために、水力や効力を含む空気の流れを理解することが目標だった。ラングレイ研究所で働くジャクソンナサの圧縮率、研究部門、 実物大研究部門、高速空気力学部門、アオン速、線音速空気力学部門で技術者として働いた。中田なさで単調、協調合わせて12本の技術論文を執筆した。昇進のための資格取得につながる学習方法のアドバイスを含め、女性とその他の少数者のキャリア向上のために働いた。1979年までに、 技術部門では最も上位の肩書きを得た。機械均等専門の領域の管理者として働くため、合格を受け入れることを決意した。NASA 本部でのトレーニングを受けた後、ラングレーに戻った。変化を起こし、活躍した女性とその他の少数者が注目されるために働いた。機械均等プログラムの中の連邦政府女性プログラム。 アファーマティブアクションプログラムの両方の管理者として働き NASA の科学、技術、数学部門の女性のキャリアパスに取り組んだ。1985年の退職まで NASA に勤務した。2016年の映画ドリームはジャクソンとキャサリン・ジョンソン、ドロシー・ボーンの NASA でのキャリア、特に宇宙開発競争の際のマーキュリー計画での彼女らの功績を描いている。映画は マーゴットリー・シェッタリーの同名のノンフィクション小説が原作である。映画では、ジャネール・モネーが、ジャクソン役を演じている。2018年にソルトレークシティの教育委員会は、ソルトレークシティのジャクソン小学校の名前を、それまでのアンドリュー・ジャクソン大統領から、メアリー・ジャクソンからの命名に変更することを、表決した。2020年6月24日に、NASA の管理者、 ジム・ブライデンスタインは、ワシントン DC の NASA 本部を、メアリー・ジャクソンの名前を取って、メアリー・ウィンストン・ジャクソン・ NASA 本部に解消することを発表した。ありがとうございます。